玉で初開催の混合団体ワールドカップ W 杯で銅メダルを獲得した日本代表が11日深夜大会を終えて中国の生徒から羽田空港着の航空機で帰国した。15歳の張本美は、木下アカデミーは兄、友和、友和企画と揃って参加した。9日の決勝リーグ中国戦5黒丸八、8では戸上俊介、明大、 とペアを組んだ混合ダブルスで大素金、孫英佐組にゲームカウント2対1で貢献。ダブルスに出場し、たくさんの経験や学びがあった。それを今後のシングルスに生かしたい、と充実の表情を見せた。来年1月には、2024年パリ五輪選考を兼ねた全日本選手権、東京、が控える。11月の五輪選考を兼ねた全能カップ、大阪大会では、 決勝で先行ポイント1番手の早田ひな、日本生命を破って優勝しているが、ポイントでは代表権外5番手。強化本部推薦で決まる五輪団体代表3枠目入りへ、全日本で結果を残し、アピールしたいところだ。上を目指せるように頑張りたい、と、15歳の成長株は気を引き締めた。